アロワナウアメもしくはアロワナ団は、甲骨魚類の分類群の一つ。アロワナメ及びヒオドンメが含まれる。ヒオドンメはかつてアロワナメに含められていたが、ネルソンにより独立のメとされた。原生のアロワナウアメ魚類は、ジュラ紀後期には地上に出現していたことが、化石記録からわかっており、シンヒレアコの魚類としては、ガメ、アミアメに次いで、古い系統である。繁殖形態や、 初期生活史に特徴があり、多くの種類は何らかの子育てを行う。生魚には卵巣が左側にしかなく右側の卵巣は失われており、他の甲骨魚類にはほとんど見られない特徴となっている。ヒオドン族とパントドン族は例外的に両側の卵巣を持ち、子育ても行わない。原生のアロアナウアメはヒオドンメおよびアロアナメの二目を含む。 アロワナ目にはかつてアロワナア目、オステオグロソイリー、ナギナタナマズア目、ノートプテロイリーの2ア目が、海分類として設置されていた。このほか、絶滅した分類群として2目6化が記載されている。アリトレソピデイカの一種の化石。本化魚類は、ジュラキ前期から記録があるイクチオデクティデイカの一種の化石。本化は、白アキを中心に繁栄し、 体長4メートルに達する大型の海水魚であった。ありがとうございます。